はい、こんにちは。今日は勝手口の断熱対策についてお話をします。以前にですね、ルーバー窓からの断熱対策という話をしたんですけれども、それをご覧になったお客様がですね、もう一箇所困ってらっしゃるところがあったんですね。それはどこかというと、勝手口ドアだったんです。勝手口ドアというのは北面に面していることが多いわけなんですよね。でそのためにですね、風も強かったりとかですね、当然日が当たらないから寒かったりとかするわけなんですよね。ですからその勝手口からどうしてもこう隙間風というのかな、それが入ってくる可能性が高いので、なんとかできないかというお話があるわけなんです。僕はですね、勝手口の断熱対策としてはいろいろやり方があると思うんですよね。一つはですね、勝手口の外に風除室のようなものを作ってあげるというのも一つだと思うんです。これは北海道とかですね、寒冷地方の方でよくやられていることですよね。でもう一つは、内窓をつけたらどうですかというお客様が多いんですけれども、僕はですね、あまり勝手口の内窓はつけてないですね。というのはなぜかというと、勝手口に降りるところにですね、土間がありますよね。そして土間の大きさというのはそんなに広くないんです。で内窓の勝手口ドアというのは内側に開くドアが多いものですからですね、その勝手口の土間のですね、大きさに合わないわけなんですよね。まあそういったことがあるので、勝手口のドアの内窓というのはあまり僕は使ってないです。じゃあどんなやり方があるのかということなんですよね。これはズバリですね、もうサッシを取り替えていただくのが一番じゃないのかなというふうに思っています。でサッシのですね、性能値の中にはいろんな性能値があるんですけれども、この中で暖かさに関するものとしては気密性と断熱性があるわけなんです。気密性というのはお部屋の中のですね、空気を外にどれだけ逃がさないかということなんです。断熱性というのはお部屋の外ですね、そこからの熱や空気を伝えにくくするというのが断熱性能なんです。ですから気密性と断熱性の違いというのは、空気の流れをお部屋の中で塞ぐか、それとも外で塞ぐかということなんです。いずれにせよですね、外で塞ごうが中で塞ごうが、お部屋の中の暖かさに関係することは間違いないんですよね。気密性がいいとですね、冷暖房機の負荷が少なくなります。ということはエネルギー効率が上がるということですよね。そして気密性がいいとですね、内外の音が聞こえにくくなりますよね。そうすると遮音性能が高くなるということです。さらにですね、気密性がいいと外部からのですね、塵やホコリですね、こういったものが入ってきづらくなるわけなんですね。ということはお部屋の中が清潔で快適な環境が保てるということですよね。で今のですね、断熱サッシと呼ばれているものですね、これは当然断熱性能は以前のサッシに比べれば上がっているのは当たり前です。それだけではなくてですね、この気密性能も上がっています。どれくらい上がっているかというと、以前のサッシ、これはランクで言えば A3 等級のものが多いんですよね。でこれに対して新しいものは A4 等級なんです。で気密性に関しては A1 から始まりですね、 A4 まであるわけなんですよね。ですからランクが上がってくれば上がるほど当然気密性能がいい、つまり隙間風が少なくなるということなんですよね。ですから先ほど言った勝手口ドアの冷たいですよ、寒いですよというのは、どちらかというと隙間風ですね、これが多く入ってきがちなんです。ですからこの隙間風をなくすということ、これが一番だと思うんですね。それには気密性能が高いサッシをつけてあげるということは、今お使いのサッシより新しいサッシに取り替えてあげるということなんですね。まあ、これはですね、以前いつも言ってるようにですね、カバー工法で取り替えることができますので、そうすることによってワンランク上の気密性能、そして断熱性能が確保できるということなんですよね。でもう一つ言うならですね、これは僕の考えなんですけども、これはサッシの構造と収まりによるものだと思うんですよね。そしてもう一つあえて言うならば、技術力によるものだと僕は思ってるんです。この3つが関係してきています。それに対して断熱性能というのはサッシそのもののですね、素材と、それからもう一つはですね、構成されるガラスによってですね、その機能性というのが変わってくるわけなんですよね。家はですね、どうしても長年使っているとですね、いろんな条件によって動いています。それによってサッシの隙間っていうのが生まれてくるわけなんですよね。でそのサッシの隙間を直せる範囲で直すことができればいいんですけども、それができなくなるということは隙間風が多くなるということなので、気密性が落ちるということなんですよね。ですからそれを上げようと思ったらですね、もう一度サッシを取り付け直す、つまり新しいサッシをつけるということが大切だということなんです。ですから勝手口の断熱対策というか、気密性に対してはですね、新しいサッシを付け直すと
ということが僕は一番いいんじゃないのかなというふうに思っています。ご参考にしていただければ幸いです。